こんにちねぎねぎ。こんにちねぎねぎ。ねぎっこのめぐです。そしてエイビーズのくまくらです。よろしくお願いします。このタッグが、はい、第2弾、はい、ということで改めてタイトルコールしたいと思います。めぐのキキカレーコーナー第2弾。どんどん息も合ってきましたね。よろしくお願いします。前回はメグの生誕祭で、流してた映像だったんですけど、はい、今回は YouTube で流せるということで、はい、いろいろ頑張っていきたいと思います。今回も10種類のカレーを用意しました。ですよね、10種類でいいですね。10種類です。そうですよね。1個ずつ紹介していきたいと思います。はいはい、まずは1個目、じゃん、ボンカレーゴールド辛口。ボンカレーと言ったら小さい頃から食べてましたよね。クマさん食べてましたね。ね、はい、今はですね、野菜すごいゴロゴロ入ってて、はい、すっごい美味しいんですよ。でこれしかなかったぐらいですよ。え、辛口ボンカレーぐらい。どういうことですか。僕らの時代はこんなにレトルトっていうのはなくて、うん、レトルトのカレーでボンカレーっていうのは非常に珍しかったんですよ。あ、そうなんですね。はい、ちゃんと野菜も国産使ってますから、はい、でここにね、あの女優さんがいたんです。2個目を紹介していきます。2個目はじゃん、神田カレーグランプリでグランプリを取りました、ボンディのチーズカレーです。知ってます、熊さん。知りませんでした。ボンディ、はい、ボンディはですね、ちょっと私もあの深いんですよ、縁が。ボンディ食べるからボンデ、うん、違うです、お店の名前です。ボンディって すごく美味しい有名なカレー屋さんですね。ボンディですか。ボンディ、ボンデーじゃないんですね。はい、続いてこちら、モンコさんの明日のカレー、大人気ですよね。綺麗な人だね。綺麗ですよ。実際お会いするともね、すごい明るくてチャーミングで、はい、あの人柄にも惚れてしまうんですけれども、すごい美人の方ですよね。美人ですね。はい、はい、明日のカレー、一条モンコさんの明日のカレーを食べたいと思います。またモンコさんシリーズで言ったら、佐渡汽船カレーということで、イカのスパイスキーマカレー、これカーフェリー限定で食べれるんですよ。それのレトルトということで、私は実際食べに行きました。船の中で食べました。結構辛いです。続いてこちら、クラシックチキンカレー、ホテルイタリア県のですか、これは新潟のですね。これも当てたいですね、ぜひ新潟ということで。熊さん食べたことあります？ないけど、イタリア県はよくあのカレーフェアやってますね。やってます、はい、まあ、力入れてるってことでしょうね。確かにカレーと言ったらね、はい、イタリア県で言われてるぐらいですもんね、はい、続いてちょっと前回外してしまいましたが、今回は当てたい、バスセンターのカレー、これも有名ですから。いやすごいですね、はい、あなたの記事が載ってるのね。そうなんですよ、はい、お店行くとね、はい、あのカウンターに私の記事も載ってますので、はい、食べた時はぜひ発見してみてください。続いてこちら、東京神田のバターチキンカレー、お店の中辛ということで、これも前回あったんだと思うんですけど、これも前回当ててるので、こことなんか他のラインがね、ちょっとここら辺とかが似たような感じだから、ちょっと怖いなっていうのはあります。はい、こちら、これも新潟なんですね、発酵カレー、新潟発酵カレー、コシヒカリ玄米味噌使用。なるほど、塗ったりでね、うん、発酵の町と言われてますかね。味噌醤油ね、これあれじゃないですか、私たちもネギっ子も大好きな鈴の、スズグループのカレーって書いてありますね。そのカレーだということで絶対当てたいと思います。はい、続いては無印シリーズ、はい、無印のグリーンカレーと、あとプーパッポンカレー、これ私が無印のカレーの中で一番好きなカレーです。なるほど、はい、これは食べたことなので、これはもう絶対外せない、これ外せないと思います。はい、これも当てたいと思います。はい、ということでカレーは以上になりますが、はい、カレーのお供で欠かせないのはご飯ということで、こちらのご飯は佐藤のご飯を使用させていただきます。はい、いつもありがとうございます。それではあれですね、とりあえず試食をしていただいて、はい、一連を試食をしていただいて、うん、それからまたやるという目隠しをして、なんか前回とは違うルール、ね、前回とは、前回あの一発だった一発だったですから、うん、はい、ちょっとその分ね、昨年前回が8勝2敗ですから、そうでも8回は当てたんですよ。素晴らしいですね。うん、これからまず、これがボンカレーですね。ボンカレー、ボンカレーゴールド。辛口ですよね。はい。うん。うん、なんか懐かしい味がする。懐かしい味。うん、はい。ですね。懐かしいですね。はい、じゃあ、ちょいと。次がですね。時間かかりますね、だいぶ。